ブラックハックルベリーと呼ばれる外流セシアベコタ。ボグハックルベリーと呼ばれるバクシニアムリギノスサム。ハックルベリーとは、北米において、筒子科の禁煙な2つの属であるスノキ属及び外流セシア属の数種の植物に対して使われる総称である。ハックルベリーは、アイガホ州の州の果物である。ビルベリーは、西洋スノキの果実の英語における通称であるが、これは、 ハートルベリーあるいはワールベリーなどと様々な方言を持つ。ハックルベリーという名前はその方言の北米における一つのバリエーションである。オックスフォード英語辞典によればこの言葉の書出記録は1670年とされる。この名前は北米において赤や黒や青の小さな消化をつける各種の植物に対して用いられた。この名前は多様なセシアの種と レッドハッケルベリーのようなスノキ族のある種に対する共通の名前であり、また地域によってはブルーベリーとも呼ばれる他のスノキ族にも適用される。ガイルーセシア族のハックルベリー4種は北米東部で一般的である。特にガイルーセシアベコタはブラックハックルベリーとしても知られる。中部カリフォルニアの沿岸部からワシントン州南部。 およびブリティッシュコロンビアにかけては海洋性気候帯の植物群落においてレッドハッケルベリーが見出される。太平洋岸北西部およびモンタナ州、アイダホ州の産地ではこのハックルベリーに加えバクシニアムハックルベリーおよびブルーハッックルベリーなどのいくつかの種が標高3400メートル程度の中央産地、山の斜面、森林、 流域庫などの多様な環境に生育している。この植物は湿った酸性の火山性土壌において最もよく成長する。最適な条件の下で高さは1.52メートルに達し、通常は夏の半ばから終わり頃、高地ではさらに遅く熟成する。気候の良い地域では V メンブラナセウム、V パルビホリウム、V レリーシャシサムなどある。 種のハックルベリーは観賞用として栽培される。なお、ガーデンハックルベリーと呼ばれるものは、ナスカの一種サレナムスコブラムのことであり、真のハックルベリーではない。ハックルベリーと呼ばれる多様な種の果実は、一般的に食用になり、多目的に利用される。この果実は、直径5から10ミリメートル程度で、丸く大きめで色が濃いブルーベリーのように見える。 甘いものから酸っぱいものまで味の幅があり、ブルーベリーに似た方向を持ち、特に青から紫の多彩な色合いも持つ。しかし、ハックルベリーの多くの種は、ブルーベリーとは異なる顕著な酸味を持ち、あるものは顕著に大きい種子を持つ。ハックルベリーはクマ、鳥、鹿、人などを含む多くの動物に食べられる。ハックルベリーは多様な料理に利用できる。よく用いられるのは、 ジュース、スープ、茶、シロップ、ジャム、プディング、キャンディー、パイ、マフィン、パンケーキ、サラダドレッシングなどである。大抵のレシピでブルーベリーをハックルベリーに置き換えることができる。一部のレシピで野生のハックルベリーを用いたことでその香りが強すぎると感じられるような場合は、ハックルベリーとブルーベリーを半々に混ぜて作ればよい。ハックルベリーは太平洋沿岸地域や ブリティッシュコロンビアやモンタナに住むアメリカ先住民及びファーストネーションの人々によって食用や伝統医薬として利用するために収集されてきた。伝統医薬としては心臓病、関節炎、リウマチなどに適用される。ハックルベリーという言葉はその消化の小粒さから小さいものを指し示す方法として古いアメリカ英語のスラングに使われた。また、 取るに足らない人物、あるいは、少しばかりの軽蔑、または親しみを込めた意味で、バカな奴という意味合いもあった。A. ハックルベリー・オーバー、アバブ・マイ・パー・シモンという言い回しは、私の能力を上回るという意味で使われた。また、I.I.M.Y.R. ハックルベリーは、自分が与えられた仕事に対して、ちょうど適任であることを言う方法である。19世紀には、 ハックルベリーというスラングの意味する範囲はかなり広範になり、重要な人物や優れた人物もまた示すようになった。ありがとうございます。